あれ？こっちが正解だった？なんかある。なんだこれ。あー、これって、あれか、一面のボス倒した時にもらった、なんとかキューブか。A4 アビリティキューブだったっけ？ A4 アビリティを新しく身につけた的な感じかな？フラッシュシフト。フラッシュシフト？光のように、瞬く間にシフトすることができる的な？ A4 アビリティだね。説明しよう。フラッシュシフトとは、瞬時に前方もしくは後方へ、一定距離高速移動する、戦闘用の A4 アビリティ。シャインスパーク的な感じか。その短距離だけできる、緊急回避的な感じか。A4 がフル状態の時、A をホールドすると、フラッシュシフト発動可能状態に移行。その状態で L を前方もしくは後方に入力すると、なるほど。フルの状態の時、L を押しながら、A を押して発動。ってことは、フルじゃないとできないのか？結構厳しいような気もする。空中でも使用可能。フル状態の時、A ホールド。A ホールドから、入力だね。一度に全ての A4 を消費する。100% 消費なんだな。なかなか激しいアビリティだね。A をホールドしたまま特定のタイミングで前方か後方に再入力すると、通過のフラッシュシフトが可能。通過2回まで。だから合計3回ってことかな？この左の見本を見る感じ。追加で発動するやつは A4 を収集しない。そうだね。ちょっと試しにいろいろやってみるか。はい、はい、はい。おー、すげえ。おー。これゲージマックスで、ホールドして。はい、はい、はい。影分身のようだね。これ戦闘で応用できたらかっこよさそうだね。だからこれも、一瞬でパパッと抜けてしまえばいいわけか。はあ、なるほどね。なんかグラビティスーツで重力を感じさせなくなるから体重ゼロだからここは圧力板感知しませんよ的な抜け方をするのかなと思ってたけど、そういうわけではなさそうだね。やっほー。この A4 アビリティは今後どんなのが出てくるのか楽しみですね。お、なんかちょうどいいところになんかあった。ミサイルプラスタンクだ。やったね。とりあえずこれでいけるのを探すべきかな。下とか通れるかな。でもこれ壊したら戻ってこられないからな。多分落ちたら戻ってこられないところにそういうものは用意しないと思うから。まだ大丈夫なんじゃないかな。後で下に行くことになるのかもしれないけど。ちょ、だいぶ雑にダメージ食らってんな。オッケー。じゃあ、とりあえず気になるんで、まずはこっち行ってみるかい？ここはなんかあるかな？ああ、違う、ここに戻ってくるだけか。あの謎の水中嫌い的なやつを乗り継ぎ的なものに見えるけど、今はできないかな？ちょっとわからないですね。でもそうか、この A4 アビリティを使ってあれこれやれっていうことだろうから、一旦戻るしかないのかな？ OK。 よいしょ。こっち行って、左がセーブだったよね。待ってー。痛い。くそ、ちょうどいいところに打ち上がるぜ。これで、もうここは行けるのか。こっちまだ行ってないもんね。あ、そうか。あとはこれが行けるんじゃない？もしかして。よいしょ。おー。なるほど。やったぜ。あー、ここもだったか。だから、あれだね。貼り付きをしないとダメだったわけか。逆にさ、こういうところから行けない？お、行けるんだ。あ、崖つかまりも行けるっぽいね。おお、こういう移動もできるわけね。抜けて。それにしても、この、魚みたいなやつめっちゃ硬いんだよな。登って、先へ進みましょう。
このダッシュは、フラッシュシフトはなんか、いろんな使い道がありそうだね。ニュ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 ー。らいなさい。しかし深いな。深い水槽とかは怖いよな。絶対落ちたくねえもん。100% 死ぬだろうっていう、確信があるからな。ここなんかありそう。あ、入れるね。やっぱりなんかあるか。ありがとう、大量のエネルギー。ここは意外とこっち正解だったり。あれ水満ちてゆく。これでよかったのか。ん？なんかちょっとこれで水位が変わってたりするかな。先に左見とくべきだったのかな。まあ、良いでしょう。でもここもなんか水位変更系っぽいな。あれ？登れなーい、登れなーい。ちゃうやんけ。ということは一旦帰れってことか。これで水位が変わったからできることが増えたよ的な。それっぽいけど微妙に違う。上に行く？あ、なるほど。ここが通れるのか。これで。でも壁ジャンプで登るの正解だったりするんでしょうか。なんかちょっと見覚えない、この辺。最初に来た時この辺が水で満たされてたよな。水位を下げてお帰りでいいのかな。あの風も気になるけど。こっから生きる？なんかここも、あれかなと思ったけど、ああ、でもそうか、上からここに降りて、で、ここに登るのが正解っぽいから、順路的な感じがする。あれ？あ、別のエレベーターだ。エレベーターというかシャトルだ。ここから違うところに行けんのかな？ダイロンの下エリアってこと？ああ、そういうことか。なるほど。あ、ということは、これで下の方のエミーゾーンに入って、そっから、あれだね、脳みそ撃破して、オメガブラスターで、エミー撃破の流れに行けそうだね。不思議な液体から出てきましたね。ダーイロン。列車の形もなかなか特徴的というか。さてと。なんかいるー。はい。しゃがむと攻撃避けられるってのも面白いな、これ。やめてー。ここは怪しくない？なんもない？なんもなかったー。彼らの巣だったようです。悪いことをしたな。とりあえずここはもう下から行くしかないな。カモン。にゃーん、邪魔された。くそー。だが、とりあえずこれでいける？あ、やばいんじゃないこれ。水中はやばいですよ。水中はやばいですよ。そうか、水中、移動速度が。あ、待ってって、それは。待ってって、それ。待ってって。あ、あ、やめて。あー、くそー。水中は動きがのろくなるんです。あー。あー、ダメか。水中でダッシュエミーはダメでしょう。なるほどな。これはもうゴリ押しでは厳しいな。エミーが近くにいるかどうかが一瞬で判断つかないからな。その辺は困るんだよな。あれ？正面かよ。あ、エネルギーが足らなーい。どこに来る？エミーさん？エミーさん？どこにいるの？あんまり音は鳴らないんだな、水中だと。それがせめてものを救いか。これで、この状態で移動した方がいいかい？左の方で聞こえるんだよな。
あ、でもそうか、これじっとしてると回復しないのか。いや、一応回復はしてるのか。やめて。バレてしまったんですけど。バレる予定じゃなかったんですけど。早いんだって。やめて。くそ。途中まで逃げ切ってたのに。くそ。ぐー。ちょっと早いな、やっぱり。どこに行ったらいいかわかんないと、やっぱり。ぐだるな。どこ行ったらいいんだ、これは。でもマップが見られないからな。少なくともこれ水に入るまでは、このクロークを使っておいて。で、水から出るタイミングで、こうやってクロークを適切に使うのが良かったとではないのでしょうか。左上でも良さそうだけど。あ、そうか。俺にはこれがあったな。左、ここ、ちょっと見てみたいな。また新しいところだ。こっから上に登れるんだったら行ってもいいんだけど。とりあえず行ってみるか。地形、やっぱり迷うな。迷うような作りにさせてるだろうな。ああ、こっちじゃなかった。でも少なくともエミーが感知する範囲外であれば、そんなに音を立て続けていても問題はないだろうから、そういうつもりで動いておきたいね。でもじわじわ近づいてくるんだよな。ん？ああ、よかった。ついたついた。暗いなーさい、暗いなーさい。リンカの攻撃をかいくぐりながら、攻撃を当て続けるのです。これ、いつもこれ。L ボタンのエイムモードを忘れるんですよね。よいしょ。よいしょ。まあ、こいつは、ボスがリンカみたいなもんだから、まだなんとかできるはず。お、やったか。いつもありがとうな。バリアスーツ&オメガブラスター。オメガキャノンだったっけ？名前ど忘れしましたか。オメガキャノンでした。だって本当に時々しか手に入らないからな。名前忘れるんですよ。くらえー。マシンガンやった後、チャージしてここをぶっ飛ばして。さあ、行くぞエミ。いったー、来るのが早いんですー。はい。待って、早くない？早くない？ちょっと待って。くそちょっと、これは早すぎる。当て続ければ一応減速はしてくれてそうではあるんだけど。対処はきついな。とりあえず広い空間で、顔に直当てして、確実に、これを破壊した後に、ちょっと、それは壊れんだけど、マジかよ。さすがにあの距離ではチャージしても間に合わないから逃げないとと思ったんだけど。ダメだったようだな。じゃあ下行って、こうだね。これで下の方に構えておきたかったんだけれど、くそ！またかよ。これ初弾が当たらないとダメだな。あー、早かった。くぅ。一応当て続ければ動きが止まるんだけど。おお、いけた。2段階目回避できたの初めてか。背水の陣でいくよ。とりあえず打ち続けられるから、もうそのアドバンテージを生かすしかないね。避けて。さあ来い。いくぜ。よっしゃー。
やっとなんとかなった。一応頭のプロテクター剥がしさえすれば動きはゆっくりになるっぽいな。きついのは最初だけだったわけだな。イエロー、お前は強敵だった。いやでもこのダッシュするのも、細い道通っていくのもどんどん上乗せされてくんでしょう。怖いな。おお、そしてここでスピードブースト。やったね。あ、そうか、あいつがあのスピードだったからか。スピードブースターを手に入れたぞ。説明しよう。助走後、超高速で走り続ける。降下中当たった敵にブロック、ダメージを与えたり、スピードブースターブロックの破壊が可能。走りながら色をもう一度押し込むと、押し込むなのか。スピードブースター表、準備状態に移行。スピードブースターが発動。うんうん。一方方向に直線で飛び続けるシャインスパークも使用可能。下に入力するとシャインスパーク準備状態に移行。これやっぱりあるんだな。B を押して起動させてから L を飛びたい方向に入力するとシャインスパークが発動。なるほど、ジャンプボタン起動からの方向入力だね。ちょっとここで練習しておこうか。キャノン戻っちゃったん。これで走り続ければいいんだったっけ？押し込みながら走ればいいのか。これで。おお、スピード感やべえ。ちょっと練習のつもり打っただけなのに、こんなに速いと思わなかった。いいね。押し込んでから走ればいいのか。でも意外と広いスペースがないんだよな。その辺ちょっと難しいかもしれないけど。でもこれこのゲームでシャインスパーク使えたら超かっこよくゲームできそうだな。ドン。とりあえずこの、え、これは難しくないか。相当難しい予感がするよ。というか、この緑色はシャインスパークとは関係ないよな。あれ？じゃあこっちでもないのか。戻りましょう。危ねえ。どうしてちょうだい。武器満タンでもな。てか、そうか、これシャインスパークの勢いで戻ってきただけだから、こっちに用事があったわけじゃないんだったな。じゃあ、シャインスパークで開けられそうなところを探したいところか。ここ今壊したところだけど。目の前のこれを壊すのが正解だったんだろうか。これハテナなんだよな。でもこれをなんとかできるもの今持ってないから、こっちではないのか？なのか？わからんなぁ。これでもう一回シャトル乗ってバルエニアに行くっていうのもありかな。でもそうか、こっから上には戻れないのか。そうだね、エミーしか通れなかったところが今通れるようにはなったけど、天井から張り付いて行くわけにはいかないから、こっちに用事がないんだったらとりあえずバルエニアに戻るでいいかな。まあ、あとはまた見てないところを行くでもいいんだけど。一旦バルニエ行こうか。バルエリア。行きましょう。てか、そうか、こういうところでダッシュ使えばいいんだな。ちょっと待ってねー。ほらー、ダッシュだー。とりあえずここ抜けまして。丸。あれ？でもよく考えたらこれ。こっから帰れる？帰れはするか。ちょっとこっちじゃなかった。こっち行って。で、こっち行って。
左から進める？ただ下の方には特に何もないんだよな。水で満ちてるからできることも少ないだろうし。通行不可。できそうでできないことばかりだな。素直に戻れるんだったら大路の上に行くのが正解か？なのかな？ビームブロック。うん。戻れるんだから上に行くのがいいのかな。壁ジャンプはな、隠しっぽいから。壁ジャンプ必須でしか帰れないやり方が正解とはちょっと思えないんだけど。でも一応やっておきたいという気もする。でもここにスパイダーあって普通に戻れるからな。これはありな気もするね。行くぞー。ちょっとやってみたいのが、あー間違えた。これでいけるかな。あ、届いた。普通にいけんのか。いや、シャトルの方からチャージしておいて、で、シャインスパーク維持して転がってここ行って、で、シャインスパーク横ダッシュで無理やり取るのかなと思ったけど。てか、これもあったな。いろいろやり方はあったっぽいな。さて、これって、ダイロン上に行くのが正解なのかどうか。戻ってきたぞいと。というか、そうだな。上のダイロンは、下に行くのはそんなに難しくないから。とりあえず上でダメだったら下に戻るっていうのは簡単にできるね。そういった意味でも、困る要素はあんまりないかもしれない。でもちょっとなんかこれ逆走っぽいからな、合ってんのかちょっと不安なんだけどな。あ、多分大丈夫だと思って行きましょうか。相変わらずピクピクしている。この辺とか何かあるかな？ここは何もないのか。左から入れる部屋があるのか。君いたっけ？ああ、そういうことか。ああ、ここか。いけるかな？うおー。おお、壊せた。だいぶ強引だけどな。でもこうやって見ると、必要な距離はそんなに長くない気もするな。ちょっと距離があるだけで、ちゃんと発動できる系かもしれない。ん？ここが繋がるのか。なんだあれ。壊れた。壊れたけれど、まだこれ繋がりそうだな。おお、いけたいけた。これで一気に開通したね。ん？あー、で、そういうことか。これで上行けるようになるな。となると先こっち行ってみるか。ジャンプで行って、ここを利用すればすぐ行けそうだね。行くぞー。でもダメか。どこかでチャージしないとダメだな。ここで、これで、違うー。狙ってたのと違う。でもこっから行ける？あ、違うだ。左のここをやって、押し込みからの、ふっ、あー、そうじゃない。でも大丈夫。オッケー。こういうことか。さてと、あれー、
通れない。こっから上に行くのが正解だと思ってたけど、まだっぽいな。それは困ったな。